こんにちは、みんな。これはアートでのべるちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日は、ちょっとメキシコ料理をやっていきたいと思います。この前はいろいろメキシコ料理を作ったけど、今回は初めてデザートを作ります。リンゴサラダっていう。このサラダはめちゃめちゃ人気です、メキシコでね。特に食べるのは、クリスマスね。クリスマスの日。それは多分、90% のメキシコ人は食べると思います。まあ、本当に人気です。まあ、じゃあまず材料を紹介しまーす。今日アシスタントはアルミちゃんです。リンゴです。この赤リンゴだけを使います。いちご。いちご本当に少しだけ。パイナップル。スライス。くるみ。まあ、名前がわからない日本語。日本語で何て言うのかわかりませんが、これを使っていきます。クリームチーズと普通の牛乳です。コンデンスミルク。これはなければ、もうこれも全然使っていいんで、作りましょうか！ OK で、じゃあまず、クリームを作ります。このね、クリームはね、よく使うね、メキシコで。まあ、じゃあこれちょこっとだけ、最初は。牛乳もちょこっと入れる。多分大丈夫。うん、こんな感じで大丈夫です。出来上がり。ちょっと待って、コンデンスミルク忘れたじゃないか。そうです、コンデンスミルクも入れるの忘れました。なのでこれも入れます。コンデンスミルクも入れて、まあこれは人がそれぞれ甘いのが好きだったら、まあ、全部使ってもいいし、そんなに甘く欲しくない人がもうちょこっとだけ、これ本当に何て言うんですか、砂糖の代わりって感じ。出来上がりです。今回本当に出来上がり。次はいろいろ切ります。アップルね、リンゴを切る。今ね、この3つ。これと、あとパイナップルも切ります。まあ日本で見たことあるけど、大体みんなが皮を抜くじゃない？このサラダが、なんかそのクリスマスで食べるサラダだから、その赤い色が大事なんです。大事なんで、皮を抜かない。皮はそのまま。で、まあじゃあ切る。パイナップルも全部入れるね。あとパイナップルだけじゃない、くるみ、くるみとこれ名前知らないもの、これも入れる。美味しそうじゃないか、食べたい。リンゴとパイナップル、あとは入れるのはくるみ、まあちっちゃい大きさで、あとこれ名前わからないやつと、ちょこっとだけいちごも入れます。じゃあくるみも、くるみも入れて、これも入れる。で、いちごだけは一番最後。まあ、なんとかね、混ぜて、したら作ったクリームを入れる。こんな感じで、また必要なら入れる。くるみはメキシコではちょっと高いものなんで、まあいっぱい食べるけどね、まあ本当は高い。 100g とか360円とかね、まあ日本と変わらないけど、メキシコだとね本当に高い。で、このリンゴの赤い色は見える？これは本当にめっちゃ大事だから、なるべくは赤リンゴしか使わない。で、皮はそのままでね。あと、もっとなんかくるみとかもっと必要なら、もうちょこっと入れてね。私これもちょこっと入れる。もっと色がね目立つため。
で、これはメキシコのレシピだけど、もちろん好きなフルーツとか好きなトッピングとかもね、もしやってみたいと思ったらも好きなやつも入れても美味しいと思いますよ。これです。アルミン、どう思いますか？うん、いい感じだと思いますよ。じゃ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 ん、出来上がりです。リンゴサラダで、まあ、こんな形です。まあ、トッピング何でもいいです。あと砂糖を入れる人がもう多いけど、まあ、それはあの人がそれぞれなんで、まあ、とりあえずやってみて、もしよかったらね。あとはもうじゃあファイナルで、あのヨヘを呼びます。 OK！ おはようございます。おはようございます。うわ、やば、髪の毛やばいよ。髪の毛がやばい。おはようございます。これって知ってますか？カクテルでフルータ。フルータ、あのリンゴサラダです。合ってんの？合ってない。これサラダなの？そう、それは食べないで、はい、食べるのはあのちっちゃいやつ。はい。そして今日のゲストはアルミンちゃんです。ノー、違う、食べるのは違うやつ。なんで、かわいそう。気持ち悪い。やだ、嘘、ごめん、やだ、ごめん。そうだね、進撃の巨人も終わるってことでね。そうなんだよね。最終回気になりますかね。じゃあ、食べてください。食べていいですか？うん、はい、どうぞ。こんな感じです。リンゴサラダっていう、なんかこれ多分見たことがないけど、あの、クリスマスとかでよく食べる。あ、そう、サラダ見える？どくるみめっちゃうまい。くるみうまいよね。めっちゃ絶妙。めっちゃうまい。おいしい？うん、めっちゃうまい。まあ、おいしいってことだね。うん、ヨヘ嘘つかないからね。好きじゃなければ、いや、苦手ですって、うん、すぐ言うよね。うん、ということで、皆さんもやってみたいなと思ったら、もう、うん、ぜひぜひ簡単な作り方、はい、で、あとはもうトッピングとかね、うん、それぞれ好きなのね、うん、あると思いますから、うん、それぜひぜひやってみてください。うん、どうでしょうか？うん、止まらない。やったー、止まらない。こうってことはね、やめられない、やめられない。まあ、ということで、この動画いいなと思ったら、もっとこれを、なんだっけ、レシピ教えてくださいとか、他の文化教えてくださいとか、いろいろアイディアがあれば、もうぜひコメントに、あの、コメントおいてね。うまっ！やったー！